ダイナーのこの扉をライトさんと一緒に手に入れたところですね。チートピアは今日から営業再開だよ。で、ライナーじゃないわ、ダイナーが大事なお客さん。ステージ5。はい。手軽にエネルギーを補給できれば十分さ、うまければその分加点するけどな。拳で郊外を生き抜く人間にとっちゃ偏食は致命傷なんでね。都会ライフ、これはもう固定なんだよね。で、三か。あ、これもう一個分ってこと？あと一ってことか。え、他のやつ頼んじゃないよね。いいよね。あと11ってことね。11で、マイナス1、これでいいの？21か。21。はい。で、21。2の1。はい、これでいいよね。郊外とも都会のファーストフードとも違う都会ライフってのは思いのほか悪くないな。 OK。 都市の生活ってのは悪くないんだろう。味はどうだったかい？いつでもジャンクフードにありつけるそいつについ憧れそうになるよ。冗談だ、都会は拳だけで生き抜けないからな。まあ店長がランダムプレイで楽な仕事をくれるってなら話は別だが、あんたの頼みなら大将も悪い気はしないさ。強いて言えばセットのコーラはニトロフュエルがいい。さて、都会の生活が一段落ついたら大将のために郊外の厄介事を片付けに行かなきゃならん。チートピアの運営を店長とあのお子ちゃまに託したぜ。もし大将の指示がなかったらここでウェイターするのも悪くなかったかもな。ドアも取り付けたみたいだな。フォローから持ち帰ってきたチートピアの新しい顔だ。まだ真新しいエーテルの気配も残ってる。気に入ってくれるといいが、またの店長、俺の分は取っといてくれよ。いけた。あ、ドアが取り付けられてる。おう、改善計画確認。まとめてやっちゃっていいかな。伝言ノートを置いていたことに気づいたかい？お客さんに愛される店のカウンターには大抵伝言ノートがあって、店や料理に対するお客さんの素直な感想が書かれているものさ。私の町長郵便箱にも似たような伝言ノートがあってね、店長がダイナー経営をやるなら必要だろうと思って勝手に用意させてもらったよ。もう伝言ノートに一言添えてくれたお客さんがいるみたいだね。早速その期待に応えてみてもいいんじゃないかい？チートピアは今日から営業再開だよ。ダイナーが繁盛するとお客さんからメッセージが寄せられる。それを参考に投資購入してみるといいさ。おばあちゃんの肉詰めピーマン、サボテン爪楊枝、郊外の食卓に欠かせない料理です。このメッセージをもとに投資購入を行うとメニューおばあちゃんの肉詰めピーマンを開放できます。2000か。これ使ってみて、便利な上に超クールだよ。このメッセージをもとに投資購入を行うと、まあ基本全部採用していくことになるんでしょう。郊外出身の旅人をノスタルジックな気持ちにさせる、ああ、の、や、やかかな、のように、
熱烈な郊外の荒野よ、そして荒野を駆け巡る熱血なおばあさん。サボテン爪楊枝解放。レベル報酬に。あ、これでレベルが2に達すると。あ、今のあの素材ありがたいな。これは A 級か。A 級で一番いいやつだっけな。触りたい。何か起こどうなの？何やってる？殴り込みか。俺様も連れてけよ。まだこの段階か。あと分解すれば一番いいやつだね。分解まあまあ置いとこうか。勝利は勇者のもとに。つまり俺様だ。優秀な店長とカリドーンの子たちによる内装リニューアルのおかげでチートピアの経営も軌道に乗り始めたみたいだね。だが旧来店のダイナーズはまだまだ発車歓迎の宴を開演するには足りないね。ダイナーを次の段階へ進めるために経営目標はもう決まってる。チートピアをグレイスウッドの飲食店史上に残る伝説にしようじゃないか店長。今日は天気がいいね。新しいメッセージがついた。これくらい良くなってほしいもん。焚き火とオアシスの夜、砂漠で見つけた食材はこれだけよ、そこからこの料理が生まれたってわけ。このメッセージをもとに。お金はまだあんのか。まだ尻尾が動いてる気がするけれど、それはキノコが見せた幻覚なのかもしれない。それに目をつぶれば、厳しい砂漠の旅の中で訪れたオアシスでのごく普通の夕食に過ぎない。なるほど。メニューが増えていてだんだんと複雑になっていくのかな。組み合わせがその分、さっきのサボテンはもう並んでんの？あ、並んでる。あ、各テーブルにサボテンが置かれてるわ。こっちは行かれない。チートピアは営業中だよ。これなら。あ、リトライとかがあるだけか。これいけんのかな。あ、この2ついけんのかな。3人分ね。これはもうこれ固定だから置いといて、31、あと、ん？違う、マイナス、緑マイナス1ない。緑マイナス1。あれ下げようか。で、赤1。赤1、はい。1、3、1、3だけど、これ系しかない。これ系しかないか。あー、キュンキュン。で赤にこれでいいかな。はい、で、ここは0のプラス、これが2個でいいかな。これでいいかな。ここまでは完璧。ついでにここも行っちゃおうか。
ここに、これはもう一度、あれ、これ1個でいいのかな。これスタートみたいな感じかな。41、21か、1から置こうかな。チーズのうまいやつをくれ。41、41か、でかっ。と3、いや食うね。あと1、これでいいかな。で、ここは珍しいな、プラス4始まりなんだ、赤が。あ、アドブいてるからか。緑ガン盛りで、オイブにはいいんだよね。え、緑ガン積みでいけんでしょ。2の、これ別にいいの。あ、ここまだだった。あ、で、ここに無駄遣いするとよくないのか。21。あ、他のやつは取ったかな、今。ちょっと待って、ここに無駄遣いしちゃってるから、一旦これは確定で、また上からやった方がいいな。ここにでかいのは置けないから、あ、左上にあのマス目が書いてあるね。これ置けない。あれ結構むずいな。いちいちこれをここに置かないと無理なのかもね。これで、あれ一マス分これが欲しい。ここ基準でやった方が良さそうだな。で、こっち、まあ、こうやって微調整していけば大体なんとかなりそうではあるの。次にここにこれ置くか。で、ここに緑4だから、2のあの細かいのでいける感じか。おまけしとこうか。これでいけたいな。まあ、あの人の皿に置いたやつをそのままつ、あの何
入れ替えるのが簡単だから、あーと思ったら微調、あーと思ってから微調整しても間に合うね。もうすぐチートピアの閉店時間だ。ビデオ屋の片手間に郊外の飲食店経営だなんて、パイトーの営業活動リストがまた長くなってしまうだろう。最近チートピアの経営に追われてブレイスウッドの依頼をこなせなくなっていたから、時間ができたら解決しに行こう。今日は天気がいいね。チートピア、よし、これで今日やれることは全部やったのか。一応全部星取れてるから問題はなさそうかな。これなんか別件であるっぽいから、これはこれでちょっとアーカイブ開けていこうか。